ちなみに、あの大森さんもお子さんいますけど、何か美術はやらせたいとかあるんですか？なんじゃんちゃ野球だろ。野球いや、間違いなくうちは脳みそが筋肉なんで。いや、でもあの美術館、やっぱりこのチャンネルやるようになってから私も美術好きになって、一緒に美術館行きたいなと思って。おお、いいな。もうぼちぼち大丈夫じゃないのか、太田君の子は。この前、あのちょっとお仕事でちょっと関わらせていただいたのもあって、あのアメリカの印象派展やってた、やってた時にちょっと行ったんですけど、もう言うこと聞かなくて全然ダメだったんですよ。ダメだったか。ちょっとまだ早かったなと思って。でもやっぱり五郎さんおっしゃってたみたいに、あのグッズのとこ行くと絵本置いてるんですよね、結構子供用の。あるよね、ああいうのは買ってあげたいなとかはちょっと思いますけど、うちは多分いや、分かんない。あんまり偏見持たないで見て、ほら野球エリートの、野球エリートの血が流れてるからさ、私はさ。でも野球やるって言ってます、ね。3歳ですけど。うん、はい、そんな。でもいいですよね、ああいうふうに、なんかちっちゃい時からアートに触れてる、うん。そうだ、またとにかく見せてあげることだけで、必ずしも美術館じゃなくても、あの画集とか絵本で十分だと思いますよ。うんうん、興味持てば自分から見に行くようになるから。あ、そうですね。あ、釜飯さんがちょっと素敵なことを、美術をたくさん見せて蕎麦職人になってもそれはすごいことだと思う、関係ないと思いきやその子にとっては一貫性があったりと、もしかしたら生きるかもしれない、他のことに。いやでも今あの彫刻の森美術館喜ぶってだったけど、ああいうところでもいいんだよ。ああでも確かにジブリ展は遊べる系の、うん、確かにそうですね、うん、そうですね、うん、いいですね、はい、遊べるアート、うん、行ってみましょう。そういうとこ増えてるからね、あの金沢21世紀とかもちょっとね、ちょっと遊べ、こうあのインタラクティブなアートとかありますからね、うん、何歳ぐらいから子供美、まあそれは騒がなくなったらいいんじゃないのかな、うん、女の子の方が行きやすかったりするんですかね、連れてくのに。どうだろう、子により今男の子おとなしいぜなんだか知んないけどおびっくりするぐらい今の男の子って男おとなしいし礼儀正しいぜ。おとなしい。おとなしいですか、後ろの二人は。おとなしい、おとなしいよ。もう昔の俺たちの子の男の子なんて絶対美術館とか連れて行けなかったから、何しでかすか分かんないからね本当に。五郎さんはすごい小さい幼少期から行かれてた。行ってないよ。あ、行ってないんですか、うん、それでもこんなに美術に詳しくなれる。自分から行こうとしないで美術館って書いてたことってあったっけかなと思うんだけどな、うん